はい、今回もドラクエウォークやっていこうと思います。今回はですね、仲間モンスターの継承ガチャ、70連やっていこうと思います。70匹とお別れをしていくということでございます。で、今回はですね、5000歩族と7000歩族のみということになります。はい、70匹とお別れやっていこうと思います。で、まあ早速ですね、5000歩族の方から、やっていこうと思うんですが、まず最初にですね、オニオン、こいつ、そうですね、10匹、20匹か、鬼を20匹とお別れしていこうと思います。もう鬼王はですね、もう基本的にレベル10を超えたら座を覚えます。で、もう、基本的にはもう座を狙いでですね、もう、はい、レベル50まで育てずに、はい、お別れをしていくことになります。まあ、レベル50まで育てないので、まあ結構ね、継承玉落とさないことも結構あったりするんですけど、まあ、それはそれで仕方ないかな。まあ、こいつだとね、例えばザオが 7.5%、こいつだとザオが 15% という形で、まあ、15% か 7.5% かという形で、まあ、落としますけれど、まあ、レベル50まで育てちゃうとですね、よりですね、ザオの落とす確率が低くなっちゃったりするわけなんですね。はい。まあ、とりあえずそんな感じなので、とりあえずまあ、ザオさえ落とせればいいかなというところで。はい。というわけで、継承ガチャやっていきましょう。では、ザオ1個ぐらい落とすと、落としてくれるといいんですけど、どうでしょうか。はい。では、さよなら。どうだ。あー、ゼロ。最悪ですね。はい。まあ、これもね、結構確率としては結構あり得るところですよね。はい。まあ、一個一個のね、ザオが、たとえ 15% だとしてもですね、まあ、それでも、10匹お別れしても、なかなか難しかったりします。というわけで、これもね、行きましょう。ザオが 7.5%、15%、7.5%、7.5% と。まあ、こんな感じになります。ちょっとね、ザオ一個ぐらい落としてほしいんですけど、どうでしょうか。では、行きましょう。さよなら。お、2個来ました。ありがとうございます。これはね、良かったですね。ザオが2個いただきました。はい。まあ、なんだかんだでね、オニオン、まあ、そこまでレアな感じでもないので、まあ、しょっちゅう会う感じですかね。はい。まあ、今回もね、いきなり、はい、オニオン20匹っていうぐらいだったので、はい。まあ、とりあえず、そんな感じです。まあ、ザオに2個落ちて良かったかなと思います。はい。というわけでですね、次、5000歩族行きましょう。ポイズンリザード、こちらとですね、10匹お別れをしていこうと思います。まあ、ポイズンリザードね、まあ、運が良ければですね、キングプレス持ってたりします。で、黄色の星印がですね、キングプレス持ちの、ポイズンリザードになります。ということで、今回は3匹ぐらいキングプレス持ちがいるのかな？はい。そうですね、10% ですね、キングプレス。はい、キングプレス 10%。はい。キングプレス 10%。これ、キングプレス落とせるとでかいですね。まあ、今までちょっとキングプレス落としたことがないので、そろそろゲットしたいところですが、まあ、ただ今回はね、3匹しか持っていなくて、それぞれ 10%。かなり厳しい確率ですが、落とせるでしょうか？要注目です。では、行きます。はい、さよなら、来い！お、来た！来た！キングプレス来ました。ありがとうございます。初めてキングプレスを落としました。所持数もちろん1個ということで。はい、敵全体に威力 130% 大義ダメージ与え、稀に転ばせるというわけで。まあ、無属性のね、ダメージということで。まあ、これはね、ありがたいですよね。まあ、威力 130% ということで、まあ、あんまね、威力的にはいまいちかもしれませんが、でもこれはね、転ばせる効果もありますので、まあこれはね、ありがたいところですね。はい、どうもありがとうございます。ポイズンリザードね、まあ地道に集めてると、こういういいこともあるということでございます。というわけで、この動画を見ておられる皆様にも幸運が訪れることを願っております。あと、猛毒の霧もね、B の継承玉いただきましたね。はい。というわけで、まあ、これはもうすでに6個目となっておりますので、まあ、まあ、ええかなという感じですね。はい。とりあえず、キングプレス今回来ました。まあ、これだけでも今回のね、動画の、なんつうのかな、もう、ピークと言いますかね。そんな感じですね。まあ、とりあえず良かったですね。ザオ2個に続いて、キングプレスいただきました。ということで、次、5000歩族最後はですね、プリズニアンということで、獣系いきます。というわけで、プリズニアンね、マヒャド持ちのやつがいたかどうかちょっとわかりません。ヒャダルコ、ツヨシとかね、あるいは、なんだっけ、まあ、とりあえず、基本的には呪文ですよね。
はい。マヒャド持ってるのがこいつになります。10% です。まあ、マヒャドの継承玉は結構複数個あるので、まあそこまでこだわっておりませんが、こいつどうだったっけ？あ、ヒャダルコ強しがこいつですね。あとは、こいつの、なんだ、ヒャダルコ強しと、ちょっと、なんだっけ？ちょっとわからない。これか。はい。ドルクマ強しとヒャダルコ強しね。まあこれ、このね、B スキルも、まああったりします。ので、まあドルクマ強しとかね、もうちょっと欲しいなっていうところでございます。というわけで、まあ基本的にはね、5000歩族、B スキル持ってるやつのみ育てております。B 以上のスキル持ってるやつね。はい。というわけで、こんな感じになりますが、まあとりあえず、今回、継承ガチャに出すやつは B スキル、ヒャダルコ強し、ドルクマ強し持ってるやつになります。これ1個ぐらいちょっとね、落としたいところですけど、どうでしょうか。では、行きましょう。さよなら。来い。全部 C と D か。あ、ちょっとまあ残念な感じですね。まあプリズニアなんで、まあええかという感じですね。まあ前ほど落としてくれたらよかったんですけど、はい。まあいいや、とりあえず、そんな感じで。ではですね、5000歩族が終了で、次は7000歩族。行きましょう。まずはですね、ドルイド10匹とお別れの方をしていきます。まあ、ドルイドはですね、A スキルの、なんだっけ、ジバリーナか。ジバリーナ持ってるやつが黄色の星印をつけております。あとはですね、バギクロス持ってるやつが赤の丸印だったかな。はい、そんな、ライデインかもしれません。まあ、ライデインとかね、バギクロス持ってるやつがおります。ジバリーナこいつ 10% ですね。はい、ジバリーナ 10%。こいつもジバリーナが、こいつは 5% ですね。はい。こいつはバギクロスだったかな。バギクロス 7%。まあ、微妙なところですけど。まあ、ジバリーナね、A スキルですけど、まあ、ぶっちゃけ使わないですよね。まだ、今のところでちょっと使いどころがよくわからないというのが正直なところですが。まあ、いや、とりあえずお別れしていきましょう。では、はい、さよなら。どうだ。ジバリーナね、どうもありがとうございます。ジバリーナいただきました。ジバリーナ何個目だろうこれ。4個目ですね。はい。使いどころがちょっとわからないのでね、どんどん溜まっていくばっかりですね。4個もあります。はい。あとは、バギクロス、ライデイン、それぞれ1個ずついただきました。まあ、ライデイン結構たくさんあった気がする。10個目ですね。はい。バギクロスは、はい、8個目になります。はい。まあ、とりあえず、そろそろもうこれらはいいかなっていう感じですけれど。まあ、とりあえずでもありがとうございました。ジバリーナいただきました。はい。まあ、なんだかんだね、A の継承玉が来ると嬉しいですね。A スキルの場合。はい。次、7000歩族行きましょう。マシン系のガチャコッコだったかな。ガチャコッコ行きましょう。はい。では、ガチャコッコ10匹とお別れの方をしていきます。ガチャコッコはですね、まあ、B スキルの光爆投げ払いとかですね、あるいはタックルとか、持ってるやつは印をつけてたと思います。これですね。この黄色の星印が光爆投げ払い。というわけでね、イオ属性の B スキル、全体 B スキルですね。はい。威力 120%、イオ属性斬撃ダメージということになります。あとは、魅了耐性とかちょっとね、微妙ですよね、こいつ。はい。魅了耐性ね、魅了、今んとこ実装されてないので、モンスターグランプリではね。というわけで。まあ、あとは、フバーハとか一応あるんですね。はい。まあ、いや、とりあえず、まあ、ガチャコッコ10匹とお別れしていきましょう。では、はい、さよなら、どうだ。光爆なぎ払いそろそろ1個ぐらい欲しいなと思ってたんですけど、来なかったですね。魅了耐性 B と、あとはフバーハいただきました。フバーハは2個目か。はい。あとは守備力 B が11個目になっております。まあ、まず B が3つくれば、まあ、それはそれで悪くないかなと。はい、思います。はい。では次ですね。今回の継承ガチャ最後になります。エレメント系のブリザード10匹と、お別れの方をしていきます。ブリザードはね、黄色の星印ついてるのが、A スキルのマヒャド持ってるやつになります。はい。ということで、10匹、はい、お別れしていきましょう。で、そうですね。凍える吹雪とかね、B スキルで持ってたりします。あとは A スキルのね、マヒャド持ってるやつもおります。はい。というわけで、あれ、ちょっと待った。レベル1のやつがいますので、ちょっと、一旦戻して、はい。レベル1のやつのね、お別れすると、継承玉落とさないのでね、はい。じゃあ、マヒャド持ちのやつを加えましょう。はい。というわけで、この中では10匹中2匹がマヒャド持ってるやつになります。というわけで、お別れしていきましょう。では、さよなら。どうだ。はい。
はい、まあ、ヒャドは落とせませんでしたということで、ヒャドブレス B、B の継承玉が1個だけいただきました。ヒャドブレス6個目ですね。はい。まあ、ちょっとこれはこれで、まあ、いまいちかなという感じですけど、まあ、仕方ないですね。はい。というわけでですね、今回、継承ガチャ70連やりました。まあ、最初にですね、ザオ2個ゲットと、あとはキングプレス、ついにゲットできました。あとは、まあ、ジワリーナもね、いただきましたということで、まあ、今回はね、70連、すごい、結果としては良かった感じになります。まあ、このね、動画を見ておられる皆様にも、幸運が訪れることを願っております。というわけで、継承ガチャ終わりで、この後ちょっとボーナスダンジョンの方を、やっていこうと思います。というわけで、ボーナスダンジョンね、スロットマシン3回引けますので、はい、ちょっとやっていこうと思います。ちょっとお待ちください。ボーナスダンジョンの画面に、はい、移っていきましょう。ということで、挑戦可能ということで。まあ、ボーナスダンジョンね、ちょっと画面の方をですね、新しく出しますけれど、この扉、スタートしていくときにですね、扉の演出があるんですね。で、こんな感じで金ピカに光るとですね、はい、大当たりが出やすくなったりします。はい。というわけでちょっと見ていきましょう。扉の演出。はい、今回は扉の演出こっちですね。派手な演出はなかったんで、まあ、大当たりはしにくいかなというところです。まあ、ただね、今もう、基本職、上級職ともカンストをしてますので、経験値はもういりません。はい。まあでも、ボーナスダンジョンね、せっかくなんでやっていきます。まあレアお宝ボックスとかね、もらえたり、まあ、しますので、まあ、経験値ね、カンストしてても、特に意味がないわけではありません。ということで、最初はね、揃いませんでしたね。まあ今回はね、扉の演出がこれだったので、あんまり大当たりは期待できないのかなと思います。まあ、ただね、当たらないわけではありません。はい。というわけでですね、2回目行きましょう。まあ、こんな感じで、キラースロットマシンとの戦いで、まあ、ある程度ダメージを与えると、はい、絵柄が出てくると。はい。2回目も外れになりました。というわけで、まあ、これね、3回できますので、最後のチャンスということになります。最後に、少しだけ期待していきたいと思います。まあ、外れでもね、全然いいんですけどね。はい。とりあえず、行きましょう。はい、インフィニティ H で、まあ、会心が出るかな、はい、どうだろう。はい、一発で終わりました。はい、今回はね、3回とも外れでしたということでございます。はい、というわけで、まあ、詳細はね、何も経験値が少し、まあ、経験値はもうね、カンストしてるので意味なくて、ゴールドがまあ2万3000と、まあ、少しいただきましたということでございます。はい、というわけでですね、まあ、今回は、はい、仲間モンスターの継承ガチャ70連と、はい、ボーナスダンジョンね、してみました。はい、そんな感じでですね、今回終わろうと思います。はい、ではまた、おつ。